幕張新都心幕張ベータウンセントラルパークウエストシータワーセントラルパークウエストシータワーは千葉県千葉市三浜区の幕張ベータウンのセントラルパークウエストに所在する超高層マンション2003年には幕張ベータウンがグッドデザイン賞を受賞した右側がセントラルパークウエストシータワー幕張海浜公園から幕張ベータウンの入り口にあたる セントラルパークウエストに所在し、隣接するセントラルパークイースト、マクハリパークタワーとツインタワーになっており、マクハリベータウンのシンボルとなるよう計画されている。ツインタワーとなっているが、二棟は安心メトリーなデザインである。周囲にはセントラルパークウエスト A 棟から D 棟の4棟とタワーパーキングが位置する。2003年にはマクハリベータウンが グッドデザイン賞に受賞しており、セントラルパークウエストシーターは、幕張ベータウン区画内に位置する。共同住宅からなり、建築規模は、地下1階地上32階建て全226個の超高層マンションとなっている。設計、管理は清水建設、デベロッパーは、清水建設、鹿島建設、三井不動産、三井物産、高和不動産が行っている。 ありがとうございます。